こんにちは、かいちです。今回もキングダムニューランツやっていきます。皆さんお帰りなさい。前回の収録から1日経ちまして、どんな状況だったのかさっぱりです。1日経つともうダメですね。何をどういうふうに動かしてたのか全く思い出せない。なんか資金回りとかどうしてたのかみたいなのも、なか、あ、お、お、お、と、と、と、なかなか思い出せないもんですね。農家一人増えた。なんかダイイングメッセージみたいですね。昨日の自分が何を考えて動いていたのかちょっと推理しなきゃいけない。1、2、3人目か。もっと増やしていいですね。あ、終了。早っ。よし、いいよ。あ、そうか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 。お金をたんまりこさえとかないといけないんですよね。結構遠出をしてキャンプ場作るんで、その間守れないといけないんですよ。ここで狩りをしながら。お金を貯めて、で鍛冶屋たちを、大工たちを引っ張ってこなきゃいけないと。すぐ夜になりますからね。これでちょっと呼びましょうか。で、まあここに建てるのがいいかな。おお、敵かと思ったよ。またこのまま行ってもらおうかな。あ、いかん。犬はやめて。犬はやめて。あ、え、倒せるの？やべえ。犬のパワーを、犬じゃないわ。熊の新しいパワーを知ってしまった。え？すご。普通に倒してましたよね、今。やば。ちょっとクマラブですね、本当に。やばいな。まあ本当はここは良くないですね。この距離だとまたちょくちょく小競り合いがあるんで。まあだから、ちょっと下げますか。ここに壁はちょっとやめようかな。まあでも言ってもすぐ落とすかな。すぐ落とさないかんよな。お、あ、よいしょ。どうしような。ここに作る。ここから下がるとこんなに下がっちゃうもんね。作るしかないですね、これは。作りましょう。選択肢がない。ここ拠点をレベル上げる意味はあんまりないか。なくもないけど、ないな。そうだな。ここを、3、4人目、5人目、6人いっても罰は当たらんか。もうこの壁もマックスまで上げたいですね。そろそろ迎えに行きたいんですよ、バリスタばあさん。クマだと
よコンビ組まないか。クマだとばあさんを背中に乗せてる時に襲われちゃう可能性もあるんだね。運試しだよな。もう一件。よし、バレスタばあさん行こう、新天地。うっそー、恐れていたことが。いかん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 、やだ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 、マジでやだ。え、どこにポータルがある。これか、これか。助けて、助けてください。よし、あースリル満点だな。ん？いや普通に見逃しちゃったけど、向こうの壁失敗したか。そんな大群来たんだ。またこうやって作り直す手間を考えると、まあ、ここでしっかり作っちゃった方がいいか。で一応左側はもう、3つポータルがあるんで1個壊して、で次2つ目やって、で2つ目やった時に左側からそのリベンジが来るかもしれないんで、一応ある程度は投資しないといけないですよね。だからこのさじ加減がかなり微妙。ここここでやるよな。そのうち普通に壊れちゃいそうだもんな。やっぱり優秀ですね。もう収入ないんだ。よし、バリスタばあさんだいぶ活躍しますね。ですね、キーはちょっともう一人増やしてもいいんじゃないかな。あ、左側先生収入ないな。待てよ、もう自分で稼ごうと思ったらこれより奥に行かねば。ゲートのその先へ。あ、めっちゃ削れてるし。ああ、そういうことね。はは、最悪。最悪。出兵してないのにゲートが壊れるとこ初めて見た。ちょっとやらかしてくれたね。ちょっとね、準備できてないプラスブラッドムーンやし、何してくれてんのって話やし、でもやっぱゲートの近くで壁作っちゃいかんなっていうのは改めて分かったっていうのもあるんだけど、計画狂うじゃん。しかも大幅に。だいたい2個目のゲート壊したら大抵あのユピーが来るから、
それに備えたかったんだけどな。右端なんてオパールスタ1であるか。まあでも様子見に行くしかないな。おお、来てるんだ。撃退。あ、左側か。やべえ、左側か。やっぱりそう、左に来るんですよね。あ、右、いやいやいや、そういうことだよね。何かしら攻めてきたけど、何が来たんだ。いやー、嘘、こんなことある。これが壊れた。あ、でもじゃあもうこの辺来たる意味ないじゃん。まあでもやることはそんな変わらんか。右側ガンガン鍛えていくってことっす。もうでも優秀だね、君たちね。で、対する右側もあの今の壁の位置からさらに右に行くことってないんですよね。うん、だからあの付近をガンガン鍛えていけば、まあ最終まで行けるっていうことなんで、今時間かけてやってますね。うわー、めちゃくちゃおる、大工だらけ。左側はもう全く通しなくていいね。大工めちゃいたよ。いしょ、バリスタバーさん。近くにあるか。この岩はめちゃくちゃ魅力的ですね。このポータル壊したら速攻作りますね。でもこの辺に壁があるとしても作んないですね、きっと。あの岩から 1,2 この3歩目でだいぶ戦力削れるんで、いける。いやでも早いか。いやでもやっちゃってもいいか。なんかその辺のせめぎ合いですね。1,2,3、もう一人ぐらい作っちゃうか。ああ、いたそう、大工ちょっと多いかな。よし、カタパルト発注しよう。すげえ順調。ここにいるからね、いつも発注しづらくなるんだよね。本当に一回担げってことか。よし、左側に小川があるといい。作れないんだ。遠いな。遠いけどあるとありがたいか。そうだな。左側にあの鍛冶屋の像があるんで、あれ用にお金を作って、あそこで3日分投資して、それから突撃させようかな。おお、どうなってんだ。いいね、カーソンもあるね。よし、出兵いくよ。
で3つ目だからもしかしたら2部隊いるかな。でお腹いっぱいなんだけど、いっぱいだね。あ、そういう意味でやったんじゃない。はい、オッケー。ついでこれ多分足らんなだよね。3枚あと1等分。君だ君だ。完璧完璧。じゃああとは右側の感染しに行きましょう。はあはあ言ってますか。まあ左側鳴らしたら、まあ、あとは野生のものから買って収入上げるっていうことは必要なくなるんで、そしたら鹿かな。鹿に代わってテキパキ行動していこうかなと思いますね。さあ一番いい席で見たいですからね。よし、楽しみですね。ちょっと時間が短くて楽しみです。ということで次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。